はい、さあいい感じで三頭も腫れてきたんで次は二頭、前腕二頭筋ですね、バイセップス、これは、どっちだっけ、短頭とこの何、あ、俺あんまりないけど力こぶを作るとこ短頭とあと真ん中のこの長頭、長頭を鍛えるときはグリップをこう水平に近く持って腕を前に出して肩を動かさずこう上げる、上げるときに最後に意識する。でより短頭を効かすにはこうハの字に持ってこう、この時は少し肩に効かないほど動いてもいいけどこうこうですね。でそれをやっていきましょう。まずはねこっちの長頭の方から行くよ。こうか。さあ行くぜ。ほれ。肘を固定、前に出して固定して。はい。うん、ちょっと前かがみになって、もっと重くしよう。さあ。うん。うん。あと10、うんうん、40。ちょっとやめましょう、これちょっと軽いね。あ、でもまだどうしてもね、俺ねこの下手なんで僧帽つってここに効いちゃうね。ここあんまりつけるとほらね、来たら分かっちゃうじゃないですか、洋服をね。そうすると役限定されちゃうと思うんで、なるべく贅沢な話なんですけど、この僧帽筋ね、ラットって言うんだけど、ここあんまりつけたくないね。やっぱりどこか肩が動いちゃうんだろうな。反省反省半世紀もう生きてるな。まあいいや。はい、2レップ目いくよ。2レップじゃ2セット目、いくよ。これちょっと前向かいとなんだけどさ、ああいい感じやね。そうそう、肩をねこう下に下げる、回正なんだっけ、なんとかっていうのをこう下げる、で肘を固定して前に出す、でこうね、もうワンレップ、うん、あ、レップじゃ、もうワンセットね。ちい、字幕でやるのうざったいでしょね。これお前心の内も全部言っちゃうから、まあうるさいって言わないで聞いてよ。テロップがうざったい方がうざったいっしょ。さあ行くよ。ラスト、ええや、うん、ええ、うん、はい、ちょうど OK。次はこれ V 型でこう握って担当いきます。飲むのだけが楽しみなんよ。うん、おー、テイスティー。まあ次に打つんですけど、このテイスティーっていうか、こう美味しいなっていうのはね、まあキスネタ多いんですけど、昔ジーン・シモンズが喋ってたんで、まあ彼ね食通ですから、でも夜中にコンサート終わってなのかな、なんだか分かんないけど、こうレストラン行って開いてないと、だんだんだん開けろ開けろっつって、なんとか入って、でそのお手製のオレオクッキーがなんか有名な店だったらしいんですよ、最後デザートでね。でそこでオレオクッキーをなんとかそこまで食べて、で
ジーンは満足なんですけど、ポール・サンデーが、あんなら絶対お前裏でペッとかやってんぞって言ったら、ジーンが、It's more tasty って言ったんですよね。かっこいい。俺だけ。さあ行きましょう。あ、そう。ね、ちゃんと力こぶつけまひょう。ほるや。今度はね、こういう感じでね。ちょっと V 字にして。いくよ。こんなんでまさかくね。あと2セットね、2セットいきますよ。そしたら前腕を細いね、少しやって今日のトレーニングを OK にしましょう。おー、あと2セット。ジムだとね、こういう時こうガンガンロックとかかかってんだけど、ここ流してもいいんだけどね、その方がいいのかな。俺の息遣い聞いても誰も楽しくないからちょっと思った。今度から流そうかな。著作権とかあんのかな、わからん。誰か教えて。おい、2セット目いくよ。スタート。おう、おう、うん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 、ラストワンセット。オッケー、オッケー。肩効いてんのは良くないですね。早く肩直してやりたいな。うん。ああ。よしぜ。ラストセット。ねえな。そりゃ。そりゃ。うん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 。どうですかね、聞いたかな。ちょっと待って。そうでもねえか。難しい。はい、頑張りましょう。あとはこれね、皆さんご存知のパワーグリップ、ちょっと重いけどね、これをやって前腕表と裏だね。これできる限りやってみましょう。それ、行こう。うん、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 嫌ならやめろって話だけどね。あ、ごめんなさい。鼻出ちゃ汚ねえな。あ、いってよこれ。手が、手真っ赤や。真っ赤っかー。さあ、あと裏一回やって終わりだな。それ。
お騒がせしました。それではまたよろしく。ああそうだ、これ忘れてない、ご登録ね、評価、面白いコメントも、今日は2回目だから言っちゃうけど、よろしくお願いします。それではまた、どうも。ああ失礼しました。先ほども言ってたように、今はねサプリメントがすごく豊富でいい時代になりました。僕は最初に、僕は10代の半ばぐらいまで、モトクロスというオートバイのレースで、全日本はちょっとしか出たことはないんですけれども、レーサーをやってました。その時に初めてこうウェイトトレーニングというのをやった方がいいんじゃないかと思って、地元にあるジムを訪ねまして、そこでレーサーになりたいっていうか、レーサーなんだけどどうすればいいかと言ったら、16歳の私に対しておじさん方がこうだあだといろいろ教えていただいて、それでいつも学校終わって、それから通ったのかな、ね、50cc のゴリラってちっちゃいバイクでビューッと通って、そこである日、先輩のボディビルダーさんが、お前こういうのがあるから飲めと一杯こういただいたのが初めてのプロテインでしたね。当時のプロテインっていうのは、まず水に溶けない、味が凄まじい、ないならまだいいけど凄まじい、それと高いっていうのがあったんですけど、それでもいただいたもんですから、飲んでいくらシェイクしてもダマができちゃうような、俺が作ってるパンケーキみたいなもんです。それ飲んで、いやー辛かったね。それが今からああ40何年前ですね。その前には体発達してないなとはいうのは置いといて、でその時に比べて今はすごくサプリメント事情が良くなって、私も飲んでますということで、何をどう飲むか、まずちょっと中身は違うんだけど、これは検体から出てるグルタミンね、グルタミン酸は味の素、グルタミンね、これを朝起きたら、コップ一杯の水、冷たい水とともに一杯飲みます。それで、ジムに行く、30分ぐらい前に、前もフェイスブックのあれなんかでは、フェイスブックなんかでは出してたんですが、この今飲んでるのがこれザ・クロース、クロースでいいのかよ。プレーワークアウトサプリメントと言われているもので、やる気が出るね、カフェインとか、ベータアラニンっていうのが主な成分なんですけど、夏なんかそれ飲んで、上 T シャツで下短パンで車運転して、前はちょっとジム行ってたんですね、遠いとこ。もうピリピリ来ちゃって、どうしようと思うぐらい肌がピリピリになるんですけど、大丈夫みたいです。これに、これ一番溶けやすくていいですね。いや別にゴールドジムさんからお金もらってるわけじゃないですけど、クレアチン。これを1杯。これもカップ、スクープ1杯。これをシェイクして飲んで、ロックをギンギン聞きながらジムに行くと。で、ジム行って、やってる最中にさっき飲んでいたのが、これ1杯なんですね。これは、まず、これ。BCAA。これはね、カロリーほとんどゼロかな、糖分ゼロか、カロリーはあるんだな。BCAA、ブランチドチェインドアミノ、アミノ酸で、一番最初に、筋肉をこう補修するっていうのかな、そういう筋肉のために、届くアミノ酸が入ってる BCAA、 それにちょっとやる気出すためにこのクエン酸、これはちなみに俺は山盛り4スクープ、これは、みんな大きさ違うんですけどね、スクープのね、これは一杯ちょっとぐらいかな。あんまり言うと酸っぱっぴなんでね。それに、これいそこら、クレアボル、ね。オプティブラック、オプス。違ったか。ブラック、オプス。これは、やっぱりクレアチンなんですけど、その他に、必要なものが結構入ってるんですね。なんだっけ。そうそうそう。このベタインが入ってるね。ベタインとかね。
あと L アルギニンとか L グルタミンも入ってるし、うん、EAA がねこれに少し入ってればいい、まあ、今度 EAA ってやつにね変えようと思うんですけど、まあ今はいい。でこれを、2スクープスで、それにこれですね、これホイペプチドアミノコンプレックス、これあると重量上がるって知り合いが言ってたんで、これを2スクープ入れて、この2リッターの、冷たい水に氷入れてシェイクして、アマラ残ってるうん、おう失礼、これをチビチビ飲みながら、夏の場合はもう一個別のボトルに、あ、今度そのボトルも紹介しますよ、いいのがあるんですよ、それに氷水を入れて両方飲みながら、まあ1時間半から2時間やってます。で終わった後、終わった後はまあこれが長い、いいか、これがあのプロテインの、あのゴールデンタイムと言われている、終わって、僕の場合はシャワーを浴びて着替えたら飲むのがこれね、ハイパーリロード。これにはホエイプロテインとゆっくり効くカゼインプロテイン、それにまあカーボンが入ってるわけですね。あ、そうか、さっきあれだ、ごめんなさい、運動中にこのカーボンね、まあこのカーボンがいいかどうか合うかどうかは人によりなんですけど、このカーボンね、そうそうそう、これ CCD ね、これを、まあ、太っちゃうんで、これをまあ3スクープ入れます、ごめんなさい、それはねこれに入ってるやつね。で終わった後、このハイパーリロード、これでっかいスクープに2スクープすると、また高いんだけど、このねアミノペプチドコンプレックス、ホエイアミノペプチドコンプレックスを2スクープ、それで、だいたいサプリメントはこんな感じですね。で、まあ、バンバンやってる時はいつも、この間見ていただいたかな、鶏の湯飯と、朝はあのパンケーキ食べて、で途中はそうですね、果物か、まあ、プロテイン、今ここちょっと遠いんだけど、 B レジェントさんのが安くて美味しくて結構含有量もあるんで、 B レジェントの、あのプロテインを飲んでます。あ、ゲップしちゃったんでちょっと間切りましたけど、すいません。そんな感じでやってます。これからもよろしくお願いします。これはちょっとトレーニングの間に入れようかな。ピッ、よし。